インドの大使館、Japanese Embassy in India, they invite us for dinner. ってことは、women's, girls, 安藤勇気はここでプレイしてるじゃん。勇気も左端にいる男の子たち。ちゃんと大使と一緒に食事をするなんて、普通ありえないよ、僕ら。でもそれは国の代表になってこうすれば年齢に関係なくお食事を一緒にするというのはマナーも必要になる、食べ方も必要になる。これも君たちにとっては大事ってことは、 Long term development This is summarized Under 10 fundamental Very simple Fun You have to have good time Enjoy your tennis Enjoy your life Under 12 Learn to train Maybe coach start to teachHow to pray, how to train. So you don't know, but you just follow coach. 年齢が10歳以下はもう楽しみでテニスやる。それで上手い下手がある。12歳以下になったら今度コーチがいろいろ教えてくれ始めて、それをこう従ってやる。14歳以下に train to train。今度君たちはもうやり方分かってるじゃん。アップをして何をして、それをちゃんと自分でもやれてるかって。その質が足りなかったらコーチが新しいことを教えてそのレベルアップをするわけです。でも train to train you have to do yourself you have to think you have to do it これが君たちが実践があるかどうかよね。 independent we already teach how to you how to do it then you have to do it on the day the tournament after the tournament every time you have to think under 16 then体も大きくなった you growボーイはだんだんこう筋肉がついてきてこうビグ女性にしても女性らしくなっていく。その時になったら今度は train to compete よね。今度は compete you have to try to win だけどたくさん負けると思う。でも compete それはやっぱりストレスもかかるプレッシャーもかかる。でも16歳になったら心もメンタルスピリッツもフィジカルも技術もある程度できるんだから16はもう compete戦うってこと。Then after that, train to what? その後は何だと思う？こういうふうにまず教えてもらったことをやって、今度自分でトレーニングして、次 train to 戦うことを練習したら、次は何のために練習する？太陽。それを実行するため。それもいいよね。もっと簡単に言ったら、チャレンジ。チャレンジするためにトレーニング。もっと簡単に言ったら、ウィンよね。Compete, train to win. 勝つためにやる。それが maybe after 16, 17, 18, you ready, you like to win. That's why I'm fight. That's why that the player are going to be professional. So they already know, even they lose or win, they're fighting all the through the way. ってことは、この後に初めて自分で勝つために何かをしてる。ってことは、あなたたちの年で、under 14で、I have to win, I have to win っていうには、まだ心も体も not ready yet。この年代はテニスっていうことを学ぶことが一番。中には勝つ人もいる、負ける人もいる。でもあと2、3年経った時に自分たちでどうするかを決めればいいんだから、だから負けたからってちっちゃくなる必要もないし、勝って元気がある時はもっと元気よくやればいい。グッドモチベーション。そういうことがすごい大事。